はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。ヒカキンです。ですね、12月に僕上げた動画なんですけれど、ピーターに初挑戦っていうのね、やったんですよ。見てない方はリンクを貼っておきます。概要欄のリンクをクリックしてください。僕は見ましたよ、その動画。見た。やばそうなオーラを放ってましたが、セイキン氏より好き嫌いはどっちかというと僕の方が少ないんですよ。だから、まあそうだね、とかはなんないと思うんですよね。あ、どっかで料理で味付けした美味しいやつは食べたことあるような気がするけど、そういう市販のやつをなんか味付けしないで味わったことはないから、味は分かんないです。でも卵みたいな感じだったのね。卵なんだよ。で、本来は多分その中華料理屋さんとかだと多分ソースとかちゃんとかかってて、そうなんかね、醤油みたいなかかってて、そう、多分それだ、それだ、それが本来の食べ方なんですけど、今回はまんまピーター、プレーンの状態で、プレーンピーターに行きましょう。はい、撮影ヒカキンでございます。どうぞ。いくよ。はい、あ、やめろ。うわー、香りはしたんですかね。香りはする。あー、やべ。なんか石みたいな匂いする。そう、石、鉛みたいなね、そういう匂いがするの。でもやっぱね弱いんだよ。そこまではならなかったもん。なんか変な色なんだよ。変な色のとこ食べるよ。いや、多分変な色が黄身だと思う。多分黄身が下がってきてる。多分下がってるだけだと思う。内側がやばい。ほら、これ見てください、これ。危ねえ。食う前に危ないことになった。やば、危ない。涙が出てきた。いや、ちょっと危なかったぞ。大丈夫かな。食べても大丈夫かな。ちょっとにしておいた方がいい。もちろんいっぱい食べると言います。僕もね、ちょっとしか食べなかったから、ちょっとにした方がいいっていうのは、あのね、確かに僕の方が好き嫌いは少ないんですけど、兄弟嫌いなものがほぼ共通してるんですよ。見てほら、ここがなんかさ、変なになってんの、ここら辺とか。多分黄身なんだけどね、普通なんだけどね。もちろんあの、腐っていませんよ、これは。やべえ、俺。こんな感じです。なんかやばいですね、これ。匂いがプーンってしてる。え、そこだけ。え、俺ここも食べてる。こっちはミックスしてるじゃん。いこうか、もう1回しようよ。あ、そうですね、2回は優しいね。あ、大丈夫かな、俺これ。なんか放送 NG にならないかな。今催眠術かけます。僕得意なんです。これはゆで卵、おいしいゆで卵。ブーン。あぶねえ。大丈夫。これはね、これをそのまま口に入れて噛めとか言ったら多分、あの、ピーってなっちゃうからね。涙が目にね、溜まってきてるね。やっぱ兄弟ね、あの、苦手なもの一緒ですね。あ、あ、残るし、僕と同じ現象ですね、これ。あとかね、喋った瞬間に、ね、匂いが出てくるんだよね。で、僕はこれで歯磨きして、歯磨きがもうダメになったっていう。歯ブラシこそもう厳しくなってしまったっていう。くっさいんじゃない。もうまずいまずい言われるから、もうそれ植え付けられちゃって、そういうイメージがね。余計ダメだったけど、まあでもまあまあビビってちょっとだったんで大丈夫でした。息が臭いから。はい、ということでね、意外とまあ僕よりは耐えられたかなっていう感じかな。いやー、でも匂い嗅いでる時点でちょっと苦手だった。やっぱりまあ得意じゃない、兄弟揃って、嫌いなものは煮るということですよね。はい、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ。こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック。スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも併せてフォローをお願いします。